それじゃあ次は服を脱いでください。はい。私たちはこの異世界で困った人たちの依頼を解決するカレコレ屋。お邪魔します。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。今日の依頼は絵のモデルになることです。そんなに緊張しないでください。まずはこちらのお茶をどうぞ。リラックス効果のある茶葉を使っているので落ち着きますよ。ありがとうございます。いやー、久米さんに依頼を受けてもらえて助かりました。この見た目のせいで断られてばかりだったので。お役に立てるならよかったです。確かに最初見た時はちょっとびっくりしちゃったけど、普通にいい人そうだよね。不思議な香りだな。モデル中にトイレ行きたくなったら迷惑になりそうだし、ちょっとだけにしとこ。ごちそうさまでした。おや、気に入りませんでしたか？あ、いえ、美味しかったです。では始めましょうか。はい。あれ、なんかふわふわしてきた。久米さん、何か問題でも？いえ、問題ありません。え、そんなこと言うつもりじゃなかったのに。私、なんか変。助けてもらわないと。ダメだ、動けないし声も出ない。私の体どうしちゃったの？体も口も動かなくて辛いですよね。驚いた表情が見れないのが残念だ。実はさっきのお茶にちょっとした薬を仕込んでましてね。薬？絶対服従してしまう薬なんです。これからしばらくの間、久米さんは体や口、表情を自分の意思で動かすことはできませんよ。そんな。それじゃあ次は服を脱いでください。はい。ダメダメダメなのに、体が勝手に。脱いだら床に座ってください。はい。いいですね、久米さんのいいところが出てますよ。恥ずかしい、こんなポーズ嫌なのに。それに動けないのって辛い。お願いだから早く終わって。ああ、でもなんか違うんですよね。ああ、そうだ、次はあの服を着てもらいましょう。今度は何をさせるつもり？このワンピースサイズ小さいよ、もうやだ。似合ってますね。さあ、お風呂場へ行きますよ。はい。お風呂場？なんでそんな場所？いいですね、インスピレーションが湧いてきます。なんでシャワー？びしょびしょだし、肌に張り付いてくるし、これもこれですごく恥ずかしいんだけど。それに、寒い、シャワーが冷たい。あれ、震えてます？でも雪女の DNA を持ってるんだし、寒さには強いでしょ。お湯だと湯気が出て写真が撮れないので我慢してください。はい、我慢します。確かに寒さには強いけど、普通に寒いものは寒いし。お疲れ様でした。着替えたら出てきてください。冷えたでしょうから温かいものでも用意します。はい。う、寒かった。こんなこと続けていられない、なんとか逃げないと。待ってましたよ、スープを作ったのでこちらに座ってください。はい。また薬が入ってるかも。絶対飲まない方がいいのに体が。あれ、さっきより体の自由が効くような。そっか、お茶は半分以上残したから効果がもう切り始めてるんだ。ここは飲んだふりして完全に効果が切れるまでやり過ごそう。久米さん、私のことを軽蔑しているでしょう。え、私はこんな見た目をしているので、綺麗な人や物に憧れがあるんです。せめて絵は綺麗だって言われたくてアーティストになったんですが、なかなか芽が出なくて次のコンクールにかけてるんです。だからモデルの久米さんにいろいろと頑張ってほしくて、普通にお願いしても絶対に聞いてもらえないと思ったので。この人。でも辛そうな久米さんを見ていたら目が覚めました。薬で服従させるなんて間違ってた。もうすぐ薬の効果も切れると思うので、モデルはその後にしましょう。風邪をひかないようにスープを飲んで温まってください。今まで辛い思いをしたせいでちょっとやりすぎちゃっただけで、根はそこまで悪い人じゃないのかも。ん？この香り。飲みましたね。嘘、また体が。久
さっきの話は全部嘘ですよ。効果が切れる前にまた薬を飲ませないといけなかったので、まんまと騙されましたね。私はただ苦痛を押し殺す美人の顔が見たいだけなんですよ。おや、少し薬を入れすぎましたかね。あれ、ここ、ああ、目が覚めたんですね。そうだ、私気を失って。実に美しいですよ。逃げなきゃ。あ、動かないでくださいね。はい、動けない。あ、すごくいいですね。今まで撮影してきた女性と比べ物にならないくらい美人だ。もっと近くでその顔を撮らせてください。いや、誰か助けて。さあ、カグ、お前たちはカレコレアの、どうしてここに。ヒサメ無事か。てめえ何してやがる。いやだな、写真を撮っているだけじゃないですか。ちゃんと省略して撮影してますよ、ね、ヒサメさん。はい、違うの、信じないで。そんな話が通じると思ったか。どうしてここに俺たちが来たのか聞いたよな。依頼だよ。依頼？お前を捕まえて警察に突き出してほしいという相談があったんだ。ヒサメのように女性に絵のモデルを依頼してひどいことをしているらしいな。ヒサは返してもらうぜ。そう簡単に返すものか。ヒサメさん、あの二人と戦って私を守りなさい。は？はい。ヒサメ。いや、二人と戦うなんて。確か依頼人が薬を飲まされてどんな命令でも従っちまうって言ってたな。その薬の効果か。戦うしかないのか。いいぞ、もっとやるんだ。はい。シディ。問題ない。俺のことはいいから、ヒサメを。わかった。バカ、影一人じゃ私にかなうはずない。もう逃げてよ、これ以上近づいてこないで。もうやめて、影にこんなことしたくない、痛い思いさせたくないよ。あと少し。ヒサ、お前、お願いだから私から離れて。服従下なのに涙を流すとは、こんなことは初めてだ。薬で抑え込んでいるはずなのに感情が出てきてしまうなんて。これだ、これが私が追い求めていた表情。抑えきれない感情の美しさだ。やっと捕まえたぜ。大丈夫だ、俺を信じろ。かっけ。ヒサメさん、どうしたんですか。しっかりしてください。残念だったな、ヒサにはウイルスで眠ってもらった。そう簡単には起きないぜ。貴様、さあおとなしく。うわ、なんだこれ、往生際悪いな。捕まってたまるか、この隙に逃げ。なに、シディ、すまん影千代、氷を溶かすのに手間取った。お前は逃がさないぞ。あったあった、これだな、絶対服従の薬とかいう危ねえ代物は。おい、何をするつもりだ。人を散々服従させておいて自分は飲めないなんて言わないよな。いいか、作品は一枚残らず全部燃やせ。はい。今までの私の財産が。これが燃え切ったら警察に行くからな、自分の罪を償えよ。はい。しかしー